さあ始まりました、縄張りバトル。今日も元気よくやっていきましょうということで、相変わらずベリアブルローラで塗って塗って塗りまくるぜ、イエーイ。ちょっと戦法変えていこう。どんどん塗る系にしていきますね。今日は前に攻めながら塗っていきたいと思います。おっと失敗した。さあもうすぐねベリアブルローラが止まるんでさあマルチミサイルが溜まったからぶっ撃つよ。はい、早速撃ちました。さあ味方のフォローになったかな。よし、一人倒せましたね、ラッキー。お、ハンコがいるぞ。ハンコナイス。ハンコの後をついていこう。ドカーン。さあここら辺に一個置いといて、さあ結構いい感じに味方がうまいかな、攻めてるような気もしますね。さあ敵が来たのであの人をあそこに閉じ込めましょう。おっと危ない危ない。さあ味方と2人いるとやっぱ勝てる。あーっとやられた。水風船を倒したのにやられた。あと2分よ。さああと2分、まだまだ終わんないよ。さあで攻めつつ塗っていく、攻め塗りですね。攻め塗りちょっと荒いけどまあいいでしょう。荒いけどちょっといいでしょう。さあ塗っていけ塗っていけ、よいしょー。さあて怪しい場所から行くぜ。ここは意外とリアルで倒しやすいんだよね。おい、なんだ今の、ウルトラショットでやられた。違う、トリプルトルネードだ。ああやってね、溜まった瞬間にやられると悲しくなるよね。さあ残り1分20秒。さあここら辺から佳境ですね。さああいつを倒そう。味方と一緒に倒したいんだけどね、ちょっと近いな。いけー。マルチミサイルを撃った後にこうやって侵略していくと巨人、侵略の巨人だよね。侵略の巨人が一人倒したんだけど後ろにいたやつに倒された。さあ残り1分。さあここから勝負です。ウェイプアウト。さあおっ、なんか弱えなと思ったら一人いなかった。一人通信切断されてますわ。これはさすがのおっさんでも厳しいぞ。さすがのおっさんでも3対4はきついぞ。3対4で勝てたらね、本当にねお金欲しいぐらいだよね。そうだね、すぐにお金を持てるんじゃねえ、おっさんの悪い癖だ。うん、あと20秒。敵がいないな、どこに。味方もこっちに来ちゃった。これは負けたっぽいね。いやー微妙に負けただろう。でもこれは3人チームにしてはよくやったんじゃないか。やっぱり1人抜けちゃうとねこれは勝てないわ。なんか最近のちょっとスプラトゥーンのレベルがどんどん下手になってるんですけど、上手くなる方法を教えてほしい。どうやったら上手くなるんでしょうか。でもいいね、ほら負けとしてカウントされませんでした。1143も塗ってるわ。いてててて。さーてほらガチで行くからがさ消えてるんだよ。ガチでいなくなるかに変えろ名前を。そうしないと無理だ。まあいいでしょう。調子ぼちぼち 5.5 だってダメだね。最近の成績見てこれ、負け負け勝ち負け負け負け、23勝24敗ですごい負け越してます。原因は何かというと練習してないからだよね。ずっとバトルばっかしてね全然上手くなってないんですね。さーて今日は土曜日、まあまあ早くバトルが開始した模様です。さあ隣では子供たちが、一人は iPad mini を使ってお絵描きをして、もう一人はどうやら iPad で、わからん、英語だから読めないゲームをしてます。というわけでさあ頑張っていきましょう。さっきと違ってねちょっと塗りもちょっと頑張りつつやっていこうかな。よいしょー。おっとこの人が結構塗ってくれてるね、ありがとう。
さあでもねやっぱ攻めるのは忘れちゃダメだからね、そこら辺が大事だよね、バランスだよね、塗るのもそうだし味方と一緒に攻撃に行くのも大事なんだよ。よし倒した、はいさよなら、ハンコが来たら上に逃げようで、蹂躙してきたところ狙い撃ちだ、倒してくれたね、いいチームワークでござる、ござるってなんだい、頭おかしくなったのかって感じだな、いきなりござるとか使ったらね気持ち悪いよね。おスナイパーいいね、 4K 系が2人いるからこれは助かるな、私の仕事はじゃあ塗りだな、私の仕事は塗りですね、塗りと敵を近くに刺さない、よし倒した、さあここら辺は私の仕事ですね、敵はあそこでもう味方が倒されない限り2人のスナイパーが狙ってくれてるから、ここら辺はちょっと塗ってスナイパーが倒されないように保護をして、さあおとりになって、おとりになってるよ、狙ってよ、おとりになったのに狙ってくれなかったな、いや向こう見てんのか、スナイパーさんも2人見てるの、さあウルトラショット打ってきてたからね、ここをちょっと彼らが戻ってくるまで死守しておこう、こっちが来たかってことはこっちコーンも来るな、そうだな、うわー、このスナイパーめちゃくちゃうまいな、小じゃけ石がかりがめちゃくちゃうめえね、これは安心できるね、ってことは陣地をちゃんと塗っておかないとね、こんなところを塗れてなくて負けるのは悲しいよ、さあ塗っておこうね陣地をね、さあ陣地を塗っておきましょう、残り30秒、前は彼らに任せて厚みを持たす陣地塗り、さあどうだどうだ、なんか向こうも濡れてなかったところがあったっぽいな、さあどうだどうだ、やっぱ攻め込まれてるな、さあ後ろから来るマルチミサイルを勝てると思ってる、おいやられてんじゃねえかよ、さあウェポン、さあ相手誰もいねえぞ、あと2秒で塗ってくれ、おい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 、また負けたわ残り1分で全部挽回されましたね、やっぱスプラトゥーンっていうのはね残りの1分間が大事ですね。